12球団のホームゲーム平均観客数。中日は最下位で年俸を低く抑えて収入は多い最高のパターン。素晴らしいチーム。中日どうなっとんねん。横浜すげえな。去年優勝してるオリヤクルトは何やってんの。オリックス比ではむっちゃ増えてるぞ。今年も優勝争いしてるし。オリックスは一時期を思えばようやっとる。キャパ3万の神宮にこれだけ入ってるんやからヤクルトもようやっとる。なお現地ファンの比率。後半戦の神宮は他球団比率やばかったな。阪神戦なんか阪神ホームかと思うくらい黄色かったし。楽天随分人気なくなったな。金集めばかりのフロントと熱のないコメントしかしない石井の嫌われ方がガチすぎる。例えば仮に島監督とかになったらすぐ戻る。座席数4万7千のままだったなら、阪神凄まじいことになってそう。収容率考えると、実は巨人がかなりヤバい。チームがあの惨状ならようやっとる。ガラガーラが好きだったのに、コロナで3年ぶりにオリックス戦観戦したら人多すぎて気分悪くなった。ベルーナドーム行くといいぞ、試合開始直前でも席取り放題や。これでもワイがガキの頃よりパリーグかなり成長してるわ。やっぱ勝たなあかんわ。中日が横浜に負けるってすごい時代だよな、60年の歴史で最近くらいしかないやろ。